もちもちチャンネルへようこそ。今日は鶏そぼろと焼肉のワンプレートを作っていきたいと思います。お肉は焼肉のタレにつけておいたので、そのままで大丈夫です。妹がお肉の匂いが苦手なので、我が家のそぼろはニンニクや生姜が少し多めになってます。本当はガパオライスを作ろうとしたんです。でも玉ねぎを使うのを忘れてしまって、結局そぼろになっちゃいました。久しぶりに作るものってなんかどこか抜けてたりしますよね。ワンプレートにすると洗い物も少なくて、見た目も少し豪華に見えますよね。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また遊びに来てください。じゃあねー。バイバーイ。